いです。どうもケッピーです。こんばんは。こんばんは、監督です。まあ夜に見てるのかは知らないんですけど、アメリカンガレージかっこいいよね。俺もああいうのね、どっかに立てて車しこたま買ってみたい。あー、いいっすね。そんな監督はどう、乗りたいアメ車とかあんの？いや、特にないです。はい、ということで今回もすごい面白い動画になってるんで、最後までゆっくりご覧ください。 Check it out。 最近どう？雑誌読んでる？どうも、ゆいです。今日は NS マガジン新しいの出たよ。パチ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 。あ、まあそうだね。2ヶ月に1回だっけ？ 3 ヶ月に1回？年4回発行。年4回、3ヶ月に1回？割とスパンが長いですね。ってことで出ました、こちらね。今回の見どころはズバリ、うん、何でしょう？何？それはやっぱりね。マジですか？どれ？なんか監督がね、今回の NS マガジンは、うん、あの一押しの見どころがあるらしいんですけど、どの辺が？93ページくらいですか？93ページ。ページ数まで覚えてるんですか？93ページ。ページ数書いたときちょっと開いて、93ページ開いて。ああ、あった。ああ、93ページ、どこ？どれ？本当に93ページこれ。いや、わかんないです。ページ数書いてないんだけど。ざけんなよ。今回の見どころはででん。これ何？2009年 BMW 6シリーズ。結構丸アニメ。なんかどっかで見たことある。どっかで見たことある。これどっかで見たことあります、ね。なんか立ってる姉ちゃん誰これ？これこれ立ってる。この真ん中立ってる姉ちゃん誰？父ねえな。どうした？そう、コメントでも来てたな。お前父のこと話す前に手の画面見せに来い。どうしたこれ？どうした？ズボンビリビリだな。ズボン買ってくれ、送ってくれ、お店に。これ履くの大変そうだな、これ。大変なんだよ、これ指出ちゃうんだから。戦争か？戦争か？戦争？喧嘩か？喧嘩か？じゃないよ、だから。何？これ、ここ監督のね、おすすめページなんですって。うわ、すげえ。ふう。次も見かけませんもん、次も。こいつうるせえな。ほら。これね。ねえ、こんな何でもない車がね、こんなちっちゃい。ああ、すごいね。ちょっともうちょい下だね。もうちょい下だ。ああ、そこね。ああ、いいね。すごくないですか、これ。すごいよ。ああ、すごいすごい。ああ、でもね、唯一的に見てほしいところはここなのよ。ああ、すごいすごい。もうちょい前ですね。ああ、もうちょい前。もうちょい前。ああ、すごい。もうちょい前。ああ、すごい。見てくださいよ。ああ、もうちょい上、もうちょい上。ああ、そうそうそう。ああ、反射してる。すごい。ああ、いいっすね、いいっすね。これ、やばくないですか、これ。出ちゃうんですよ、待って。出ちゃうんですよ。そう、出ちゃうんですよってことでね、まあ、あの YouTube をもうね、あの初期の頃から見てくださってる方はご存知かと思いますが、なんとね、あの万事監督の BM が、まあ、見開きで乗ったよっていうことです。あとほら、あれも乗ったじゃないですか。どれマスタング、マスタング。そう、あとね、あの愛車紹介に再生回数が地味に伸びない。やめなさい、やめなさい。みんな見て。そうだよ、かっこいいマスタングの愛車紹介載せてるのに、マスタングの動画もうちょっと見てほしいんだよね。そのマスタングがお恥ずかしながらこちら。かっこいいじゃん、これ。なんだこれ、左側に映ってる父ね。なんだこれ、左側に父なくても。じゃあ父でけえブスならいいのかよ。喧嘩か？父ね、うるせえな。じゃあ父はブスでもいいのか、お前らは。すごいね、このマスタング。このマスタングね、このかっこいいマスタングも見開きで乗ってるわけでございますよ。愛車紹介ね。そう、愛車紹介に出ていただいたやつね、これ。かっこくない？これめっちゃかっこいいよね。シンプルでかっこいいんですよ。だからみんな、あのさ、マスタングの愛車紹介見てもらっていいかな、もう一回。そうね、うん、見返して。そう、ちゃんと見て。やっぱこうやってさ、2万回ぐらい見返して。あの静止画でしかね、雑誌には載ってないものが、あの YouTube 上だとね、動画で載ってるわけでございますから、その辺はもうちょっとね、重要視して見ていただければ。あと、あのあれね、父ねえ姉ちゃんも載ってる。
父ねえ姉ちゃんはここにしか乗ってなくね。あ、乗ってるか。乗ってるね。同じ 父ねえ姉ちゃんがだって同じ格好で。そうだ、同じ格好で愛車紹介してるわ。このビリビリのズボンを見たい方はマスタングの愛車紹介。そう、監督を。そう、監督のね、ひずめでシャ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 って切られた。ちなみに後ろも他は他の案内ないの。他のご案内、ご案内はこれ、いいな。これはアレクサーリフェスティバルね。あ、もうね、消されちゃったけど。そう、これね、あの YouTube で行って取材したアレクサーリフェスティバルなんですけどね。ただあのイベント あのメインの動画は消されちゃったのかな。あのキャンギャルとの戯れはね残ってるんですけど、こういうね、全然車映ってない。そう、全然車映ってない。あっち、あっちにね、あっちにね。そう、 YouTube 上だとあのユイとキャンギャルが戯れてるだけの動画になっちゃうけどね。そう、コロナ禍から愛車紹介もねこう撮るっていうね約束がまあぼちぼちあったんだけど。そうね、なかなかねオーナーさんと会えずに、愛車紹介も撮れずに、はい、激戦して帰ってきたっていう感じですね。レックスがなくなって、そう、やっぱコロナの影響すごいね。あの行く予定のイベントがどん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 なくなっていっちゃって困ったもんですよ。ニュースタイルユーロって何なんですか。ニュースタイルユーロ、いや、なんかニュースタイルユーロって書いてあるから、え、だからニュースタイルマガジンの中でもユーロ、ユーロだよ。ニュースタイルユーロ、だ全部ユーロじゃん。ユーロ社があるの。ユーロ社でしょ。ニュースタイルマガジンのアメ社じゃなくて、そう、欧州社版のページってことでしょ。そう、こういうね、こういう感じでね、ニュースタイルユーロのページもあって、その中に万次監督のロゴもね載ってたりしてね、こういろいろね。全然ほら、監督以外にもそう、こういうのも載ってんだよ。レディーソーなんだよ。え、この子はこの子はあのアンリミいたよね。そう、アンリミ。車は見た、車は見てるんだ。車は見た。オーナーさんの子は見たことないんだけど、車はね、なんかアンリミにあったかなって思って、ね、あったあった、そうそう、あった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 、こういうね。他にも乗ってんじゃん。何何、他にも出さなきゃいけないのがあるでしょ。ツルツルスパイク乗ってた。違うでしょ。そうじゃないでしょ。絶対これや。ん、絶対これや。あ、これね、ね、うわ、父ね、姉ちゃんが服着て余計父なのがいてる。チャンネル登録よろしくね。どうだ、チャンネル登録してもらってね。そうだね、チャンネル登録文面からのチャンネル登録よろしくね。あ、チャンネル登録よろしくね。また文面とね、ほら写真がいいのか実物がいいのか最後まで見てね。ほら、写真が実物かってことでしょ。写真の方がいいな。おい、写真写り悪いって有名だよ。NS マガジンの、ね、在庫があるんですか。あ、まだ多分数冊残ってるかな。でも結構な、ね、勢いでなくなってったんで、本当あと数冊しか。全国の書店に行ってもらえばね。そうですね、でも書店によってはね、本当入れてる台数、台数じゃないや、なんだっけ、入れてる、もう2枚しかない。 あと2冊しかないんだ。そう、あの書店を駆け巡ってあればラッキーですね。結構ね、やっぱ3ヶ月に1回だとね、出るとすぐなくなっちゃうんで。何言ってたの、ね、あ、何言ってたの。肉肉肉あ、肉ね。そう、お腹の肉でしょ。6シリン時のやばいよね。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。そうですね、あとコメントもお待ちしてます。はい、はい、あの批判のコメントは別にいりません。なんか監督の批判はお願いします。そうですね、あのもっと、もっと監督にもっと痩せろとか、笑い方がうるさいとかっていうのは待ってます。監督に対する批判をお待ちしております。そう、ただなんかあの私に対する批判のコメントは、はネット民がって思うだけなんで、いりません。この動画で監督に対する批判が100件を超えてください。やばくない。すげえ苦情じゃん。まあでもね、 NS マガジンにねこう載っちゃって、ちょっとなんか豚のくせに天狗になってるんで、その辺に関しては批判していただいて、はいね。はい、はい、閉めてください。ってことでね、まあ、あのうちにもあと数冊は残ってるんで、もし欲しい方は
ご連絡ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。スペースバイビー。